ばい、バイザーの中までしっかり飛ばせるのちょっと衝撃的だった。ぷーぷーぬぬだよ。皆さんこんにちは、ぬぬファクトリーのぬぬです。今日の動画はこちら、猫ラボさんの洗車用ブロワーノズル、こちらを使っていきます。私前々からこの商品めちゃくちゃ気になっていたんですが、ブロワーにつけるためのワイドノズルとなっています。だいたい純正のブロワーってこういう細長いノズルをしていますよね。これで水飛ばしをしてしまうとピンポイントで風が当たってしまって、広範囲の水滴を飛ばすっていうことがなかなかできなかったんですね。なんですが、今回 DIY YouTuber の猫ラボさんという方が 3D プリンターで開発したのがこちらのワイドノズルとなります。この商品を紹介した動画は50万回再生以上されていて、かなりバズっていたので今回使ってみようと思います。ちなみに私は Amazon でこちらの商品を勝手に買って勝手にレビューしているだけなので、一つの参考にしてもらえればと思います。それでは行ってみましょう。それでは早速商品の方を見ていきます。まず猫ラボさんのこのワイドノズルなんですが、設計も製作もすべて猫ラボさんがやっています。 3D プリンターで自作で作っているので、もともと1日数個程度しか生産できなかったので、長らく私も買うことができませんでした。ただ現在は Amazon でも購入ができますので、概要欄のリンクからチェックしてみてください。このワイドノズルなんですが、お手持ちのブロワーによって対応商品が異なってきます。代表的なところでいうと、マキタのブロワー、廃光機のブロワー、強制こちらのブロワー、それぞれ対応商品が違いますので、お手持ちのブロワーで対応しているかどうかチェックしてみてください。ちなみに今回私はコスパ面で最強なティモのブロワーのワイドノズルを購入しましたので、こちらを使っていきます。次にこのワイドノズルなんですが、こだわりポイントがいくつかあります。まず一つ目は、この中にガイドフィンがいくつか配置されています。そうすることでワイドノズルなんですが、端から端までまんべんなく風を放出することができます。次に先端の穴なんですが、これも何回も改良を重ねてあえて細くしています。これは流速の法則というものらしくて、同じ風の量を太いパイプから細いパイプに出すときに流速が速くなるというものです。よくホースの先端をつねっていると強くて速い水が出てきますよね。あれも同じ原理だそうです。3つ目のこだわりポイントは、車体に当たっても傷がつきにくい保護剤がついています。このノズルは当然車体に近づけば近づくほど効果を発揮しやすいんですが、当たると傷の原因になってしまうかもしれないので、こちらに保護剤をつけてくれています。というわけでワイドノズルのこだわりポイントをいくつか紹介しましたが、注意点もあります。まず一つ目は、冒頭にもお伝えした通り、猫ラボさんが自分で生産しているというところや、 3D プリンターを使っているという関係から在庫がない時もあります。もし在庫がなかったとしても気長に待ちましょう。ちなみに私も購入できるまで3ヶ月待ちましたので、もし購入できなかったとしても私に文句は言わないでください。2つ目は、こちらのワイドノズルは耐熱性はあるんですが、高温すぎると変形する恐れがあります。直射日光の当たる外や車の中で保管するのは避けてください。そして3つ目は、こちらのワイドノズルめちゃくちゃバズっていますので、偽物を販売している業者もいます。基本的には私の動画の概要欄か猫ラボさんの動画から飛ぶことをお勧めしています。それでは実際に猫ラボさんのワイドノズル使っていきます。まず組み立て方法なんですが、純正のキモのノズルはこういう感じでねじれば取れます。でここにくぼみがついてますので、ワイドノズルのここの突起に合わせて取り付けていきます。でまたひねれば取り付け完了です。今回社外品にはなるんですが、かなりフィット感がありますね。しっかりついてる感じがします。いきなり車に向けて打ってしまうと、もしかしたら外れて車が傷ついてしまう可能性もありますので、一旦車がないところで必ず試し打ちをしてください。こんな感じでしっかりはまってますね。それでは今ボンネットを水で濡らしましたので、タオルを一切使わずにブロワーのみで水滴を飛ばしてみます。まずはキモの純正のノズルから使っていきます。飛ばしてみたんですが、意外と水滴は飛びます。ただやっぱりピンポイントで風が当たってしまうので、水滴が四方八方に広がってしまって少し時間はかかりました。続いてはフロントガラスですね。こっちの方がちょっと難易度高いと思うんですけど、やってみます。
今回のデモカーはフロントガラスも結構バチバチに撥水していたので簡単に水は飛んでくれましたが、これ撥水が弱い車とかだとかなり手こずりそうだなと感じました。次はこちらのネコラボのワイドノズルで水滴を飛ばしていきます。まずはボンネットからですね。飛ばしてみたんですが、さっきの純正ノズルよりもやっぱりワイドなので広範囲を一気に飛ばせます。で、水滴も四方八方に広がる感じがなくてかなり時短でさっと水滴飛ばせました。続いてはフロントガラスです。しっかりと真ん中の方も広範囲で飛ばせるのでちゃんと水滴いなくなりましたね。とてもやりやすいです。続いてはバンパー、グリル、ヘッドライトをやっていきます。早い、1回のストロークでこんなに水飛びました。結構細かいところもしっかりと水飛んでくれますね。お次はサイド面にも使えるかどうか見ていきます。サイド面もかなり短時間で仕上げられました。本当にタオルで拭いたかのように水滴がさーっといなくなったのでかなり楽ちんです。すごいですね、隣のドアパネルとか、うん、かなりまだ水滴残ってます、うん、ビフォーアフターすごいですね。そうですね、かなり差が出てますよね。では次、鉱石ガラスです。バイザーの中入るんではないですか。わすごくね、やばい、バイザーの中までしっかり飛ばせるのちょっと衝撃的だった。すごいね。窓の方もしっかりと水滴飛ばせました。お次はリアガラスやっていきます。広い面は特にめちゃくちゃ楽ですね。それでは続いては、今こちらのフィットめちゃくちゃびしょびしょの状態なんですが、タオルを一切使わずにこのネコラボブロワーのみでどれだけ水滴が取れるかどうかやっていきます。
まず最初は屋根ですね。やっぱり上から下に水滴を下ろしていく方が手っ取り早いと思うので屋根からやっていきます。ポイントとしては一定方向にやってあげるとかなり早くできるのでそれもやってみます。普通にタオル使った方が早いと思う。はい、というわけで今この車を丸々1台をタオルを一切使わずにネコラボブロワーだけで水滴取れるかどうかチェックしてみましたが、結論から言うとタオルの方が全然早いです。やっぱり時間的にも10分ぐらいかかってしまいましたし、手を何回も動かさないといけないので手も疲れました。なのでタオルの方が早かったかなと感じました。ただそれはブロワーのスペックなどにもよってくると思いますし、オーバンタオルで水滴拭き取った後は細かいところや隙間は絶対にこのワイドノズルの方がやりやすいなと感じました。ただ車丸々1台をタオルを使わずにこれだけでっていうのはちょっと難しいかなと思いました。はい、というわけで今回はネコラボさんのワイドノズルを使ってみました。感想としてはめちゃくちゃおすすめできるアイテムです。純正品と比べると短時間で広範囲を一気に水気飛ばせますのでかなり楽でしたし、あとすごくこだわって作られていますのでめちゃくちゃおすすめできるアイテムです。ただ車1台をタオルを一切使わずにこのワイドノズルだけで水滴を飛ばすというのはなかなか難しいなと感じました。そこで普段洗車店をやっている私から見たワイドノズルのおすすめの活用術をいくつか紹介していきます。まず1つ目はタオル傷を削減させたい方におすすめです。ソリッドの黒や国産車の柔らかい塗装にはボンネットや天井のみをこのワイドノズルを使って水滴を飛ばしてあげればタオル傷の心配もいらないのでおすすめです。そして2つ目は雨上がりの水滴を飛ばすのにおすすめです。雨上がりの水滴をタオルで拭いてしまうと傷が入ってしまいますよね。そういう時にワイドノズルを使ってあげればタオル傷の心配もいらないですし、雨じみも防げますのでこの使い方もよかったらやってみてください。3つ目は大判のタオルで広い面の水滴をざっくり拭き取った後に細かいところをワイドノズルを使って飛ばすという使い方です。ポムルから出ている大判のこちらのドライングタオル、これを使って広い面の水滴をざっくりと拭き取った後にまだ水滴が残っている細かいところをワイドノズルを使って水滴を飛ばしていきましょう。その際に飛ばした水滴を拭くのにはこちらのマイクロメガドライングタオルというちっちゃいドライングタオルがあるんですけど、そちらを合わせて使ってもらえるとより効果的です。またこの動画が好評だった場合、普段私のお店で使っている京セラのブロワー、こちらもネコラボの対応商品になりますので京セラのブロワー用のワイドノズルも買ってみようかなと思っています。京セラのブロワーの方がキモよりも威力がありますのでかなり効果が出るんじゃないかなと期待しています。ぜひ皆さんもリクエストありましたらコメント欄で教えてください。それでは今日はこの辺でヌヌでした。バイバーイ。